家庭訪問で我が家を訪れた担任の宇垣美里先生が鼻をつまみながら茶の間を見渡した後、俺の母親に向かってすごく嫌な匂いがするんですけど、こちらで中古の剣道着でも販売されてるんですか最低な嫌味を言い放ち恐縮した母親が、すいません、家のあちこちに古い雑巾を干してるんです変な匂いですいませんと必死で謝り始めたので、すごく悲しい気持ちになった俺は母ちゃんの肩をぐっと抱き寄せ、まあ俺たち親子はこの匂いを嗅ぎながら白飯食えますけどねとよくわからない反撃をして、うがきを早めに帰らせたいな。キュンキュンしないじゃん。悲しすぎるじゃん。悲しいな。